座った状態からスタート、パッ、結果あれ変わるんじゃない、ここで今から俺ら本人の感情は全く出さないんだよな。俺ってジャイアンだから、文句言いてぇ、マジで待って、失礼いたしました。よかったな、まだジャイアンが入ってなくて確かにジャイアンで入ってたら、入ってたら僕興奮しちゃったな、僕今じゃあ、皆さんも心残りでございませんか、現世しばらく戻りません、バイバイちょっと出すわ、さようなら俺じゃあ出てけ、俺おい、俺出てけ、蜂蜜のあれ食べるの忘れたぜ、喉がやべえ、おい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 天界ジャイアン選手権、おいボンドみたく、ダイまたやんのか、2回もやるんじゃねえ、あれで完結したじゃねえか、調子上がってきましたいやでも第10回やる企画やりたいなって言ったら、いやジャイアン選手権やりたいって言ったのは皆さんですからね、ちげえ、それを言ったのは哲也だ、俺ではねえあ、そうか、君たちは今別人格なんですもんね、そうだ、じゃあまあ一応ねカラスがいるぞまあ一応ね、第2回ということでご存知、まあ、見知ってる方がほとんどと思いますけど、万が一知らない人がいるといけないんで、左から順番に、自己紹介の方をお願いします。今、楽しみつだったよなうるせえ、早く自己紹介しろ、あと9回やるんだからなやめてくれ9回もやるだとそういうメタ発言はやめましょうよ。俺様の名前がわからねえとか、来た来たにしてこっちに来い、自己紹介してんだろなんか第1回目なぞりすぎてません、ちょっと皆さんビビってんだよじゃあ真ん中の方、おい、そうだな、前回確か俺の自己紹介が完全に終わる前に名前言われちまったからな、トシミツだ、トシミツかい、トチミツだ、まあまあまあ、トチミツってんじゃねえか、ジャイミツだ、ジャイアンだじゃあ右側の方、おいおいおいおおレイレイワーワージャバユーだ、いや毎回右の人だけシバユーなんだよね、普通にずっと下手だ、シバユーだけあれだ、別にやりたいって言ってやらされてる、そうだ俺は下手なんだこの間にいつも巻き込まれてるもんね、なんかというわけでね、今回は、まあ、前回に引き続き、もう前回誰が優勝したのか忘れましたんで、俺様だ、前回は俺だろ、俺だお前の優勝も俺のもこいつのじゃあお前の優勝俺のもんだな、いいよやった、いいよ、いやいや、シュレシュレつかないんだからさ、君たち勝手に始めないでよ、もう早くやれこの企画は、まあ、前回の優勝者が、まあ、この中誰かだったわけですけども、もうそれからちょっと日が空いたということで、改めて最もジャイアンなのは誰かということをこの3人の中で決めていただきます。俺だ、俺様だ、絶対に俺だ、はい、俺だよ、やる気があって素晴らしいことでございます、早くごめん、4次元ボードを渡せ今回はそう大喜利を通して、この大喜利にジャイアンだったらどう答えるのかという観点でお答えいただきましょう。はい、はい、メイン動画では、まあ、ほぼ使われないですけども、手を抜かずにやっていただいてい, いただきますね。いつも全力だぜ、ちゃんとサムチャンで全部あげますから、もう出るんだな、これはもちろん、これで手を抜いて、手を抜いてると、あ、この辺で手抜いてねって言われてしまいます。ジャイアンはいつも手を抜かないんです、当たり前だダーッて真ん中で哲也は突っ込めるけどな、哲也以外の人ちょっと距離的に突っ込めないから今代わりに俺が戦ったからなどういうことだ、いや皆さん、今から9回やるわけですけど、単純に大喜利を今から27問やってもらうんだけどあのね、この考える時間がこの撮影時間なんで、ほぼそうだ、だからポンポンくれ、ポンポンいきましょう、ポンポン聞いた瞬間書いてあるし、聞く前に書いてあるのか、もう書いてあるからな、伸びたドカンって書こうか、ドカンなんかジャイアン別にあのさ作品の中でドカンに言及しなかったあいつ、いや俺様はドカンの前
立って歌ってるだけだ。ドカマ特に何も起こらねえ。そうか。問題。今まで悪いことばかりをしてきた T 君、最後の最後にあることをして天国へ何をした？おい、これはジャイアンになって書くんだからな。まっすぐ書くのはジャイアン目線だ。まあね、悪いことばかりしてる皆さんなので。そこだ、いけたぞ。早く出してぜ。自信があるからな。でも喧嘩は俺の方が強え。さすがジャイアンだ。じゃあお前誰だ。じゃあ左の方。母ちゃんをレイプした。バカバカ、母ちゃんをそんな目を見るんじゃねえだろうが。おめえだから天国行っちまったんだろうが。まだまだ始まってねえだろ、その無性的なやつも。え、そちらのジャイアンの中ではレイプはいいことってことですか？あ、天国がしまった。地獄に行っちまうだろうが。普通に間違えたぜ。閉じってんだ。閉じった。まあ、その間違えるのもジャイアンっぽいかもしれないですけどね。真ん中の方、シンプルに行くぞ。見せ番。なに、こうだ、本屋店を。本屋。あそこは本屋じゃないですか。本は一冊もねえ。マジか。あそこ何、八百屋だ。八百屋だ。八百屋だ。店はね、決まってるだろ。自分のお店のこと知らないんですか。お前ジャイアンじゃねえな。俺はジャイアンだ。行くぜ。はい、じゃあどうぞ。ジャイコの戸籍を抹消。どういうこと。ジャイコって登録されてんだよ、あいつは。本名がねえんだよ。かわいそうだろ。大事な妹だろうが。ジャイ、ジャイってなんだ。俺はタケシっていう名前があんのリオ。確かにジャイってなんだ。ジャイコ。では第2問。ドラえもんがポケットから出したとんでもないものとは。なんで、スッと、スッといくのやめなさいよ。スッと、なに、どうか、黙れ。できたぞ。できすぎくん。じゃあ逆側行きますか。はい、右側のジャイアンからどうぞ。金銭に。男はパワーだからな。なるほどな。まあ一理あるぜ。真ん中の方、いいぞ。母ちゃんの膝の皿だ。なんか似てんな。似てるな。母ちゃんの金銭以下もな。お前ら似てんな。何、ドラえもんが出したらこれだ。隠していたおちんちんだ。あいつポケットに入れ隠してるからな。こっちのジャイアンはすぐに下ネタに持っていくな。なんだ、なんか今日体攻めだったね、みんな。体攻めが。なんで全員体攻め。まさか、でもジャイアンだから同じこと考えてんのかも。あったくねえだ。あ、俺らはジャイアンズだ。ジャイアンズ。読み売りじゃんそれ。お前と、お前はドラムだ。何言ってんだこいつ。バンドか。バンドじゃなかった。ジャイアンバンドと。ドラムとドラムだってよ。ジャイアン。ドラムとドラム並べ想像してみろ。ジャイアンとジャイアンが対バンしたらジャイバンだ。ジャイバンがレイバンかけて、わーお、ウェーイ。しかもバンの方が重ねんのよ、ジャイの方が重ねなさい。じゃあ第3問ってことで、これが最終問題になります。おおよ。綺麗なバラにはトゲがあるという言葉がありますけど、それ的な何々には何々があるみたいな言葉を考えてください。簡単だな、こんなの。おっ、ボードで足を切ったぜ。何、血が出ちまった。母ちゃん、まさかコンビケの言いやがって。甘いんじゃねえ。じゃあ左の方からお願いします。ああ、静香ちゃんも飲みすぎたらゲロを吐く。おお、おいおいおい、はいはい、超ラバン的な話だな。平気か。今でも吐くけどな、飲みすぎたら。法律違反だけどな、飲酒はダメだ。お酒だったのか。お酒だ。もうさっきからモラルが欠けてるな。ジャイアンのくせによ。ジャイアンだからな。じゃあ真ん中の方、いくぞ。結局な、ジャイアンってのはな、優しいやつなんだ。俺様のそばには心の友がいる。なに、お前映画版か。お前映画だな。いや別に一応同じ人間だからね、あれ。右側の方、土管の奥には泥がある。ねえだ、土管の奥ってなんだ。筒抜けだぞあれは。あ、本当だ。ここまで3問ジャイアン大喜利をやってきたわけですけども、あ、最もジャイアンっぽかった人をここで発表したいと思います。俺だ、俺だ、俺様、絶対に俺だ。俺様だ。第1回ジャイアン選手権、俺だ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 、とじみせ、俺だ、俺だ。お前じゃねえ、俺だ、お前じゃねえ、俺様がジャイアン、俺っつって
だろ。危ねえ。俺断固お漏らしそうだったぞ。お前の優勝は俺のもん、俺の優勝もお前のもんだ。あ、違う違う違う、優しいやつじゃねえかよ。交換性心の友よ。心の友ってワード覚えてきやがったな、真ん中のやつが。じゃあ皆さん一言ずつ感想の方お願いします。ああ、第2回は取りこぼしたが、次は絶対俺様がジャイアンだ。バイバイ。第2回を手に入れたからな、この調子で3から10回までも俺様がナンバーワンのジャイアンであり続けるからな。あなたちまだ3回から10回がないっていう体でやってくださいね。なんだと、そうなのか、そうなのか。次はくらいでください。もう手になったぜ。じゃあ、右の方。もう手になった。俺は盲腸にはならない。バイバイ。なんで盲点を引きずったんだ。というわけで第3回ジャイアン選手権でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。ジャイアン。バイ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 。